はい、こんにちは、リオロスです。それでは今回もいただいているコメントに、お返事していきましょう。上田城にいた時の、コメントですね。はい、よろしくお願いします。はい、MA さんでよろしいですかね。はい、はじめまして。あ、はじめまして、どうも、ご丁寧にどうも、陣形の有利不利に関して、有利を取ると統率が上がり、不利を取ると統率が下がります。なので有利さえ取れれば統率が下がる陣形でも下がらずに済みますので、ご参考までに。はい、ありがとうございますこれ知らない、不利を取ると防御が下がるっていうのは知ってたんですけども、上がるんですね、有利取って。あ、それはそれはとても貴重な情報でございますよ。だいぶ、選択が、しやすくなりますね。はい、ありがとうございます。はい、8の2まで来て、初めて知りましたはい、ありがとうございます。はい、続きまして、藤原さん。はい、おんしゃーはい、リオロさん、どうもお疲れ様です。お疲れ様です、オス。はい、ずっと気になってはいたのですが、沼が怖くて踏み出せなかった遠目と遠捨てを勉強していこうと思いますそんなかしこまらなくても大丈夫ですよ。すんなり入っていきますからね。そして沼に行くのか、そっか。もしプレステ4と PSVR をお持ちであるんだれば、最初にね、ちょっと、VR の刀剣乱舞、見てみるのをおすすめしますよ。僕はそこから入りましたね。まあ、1620円かかるんですけども、まあ、お試し価格という、と思えば。なんか実際1620円の価値はすごいありますんで、はい。もし、プレステ4と VR お持ちなのであれば、絶対あれはおすすめです。はい。男子に囲まれますんで、ぜひ。面白いですよ。はい。そういえば私の、極め担当ちゃんたちはまだ30から35なんですが、ゴフリと、極まってないカンストホタルくんでボスまで来ました。すごいすごいすごい。まあ、ホタルくんはね、極めじゃなくてもね、なんか、やばいぐらい強いですからね。昔、なんだっけ、なんかあだ名が、延年の悪魔だっけってなんか聞いたことあるけど。はい。ただし、お守り必須です。あ、それはちょっと怖いですね。ボスバスですが、極め槍と極め単がいると、ボスマスに行きやすくなる噂もありますね。ああ、そっか、まあ確かに最近槍は、実装されましたからね、使いないよっていうことで、そういう風にしてるっていうのもあるかもしれませんね。なんかいろいろな、フォーメーションを試したんですけど、なかなかボス行かないんですよね。なので、そっか、槍か。今度、もうちょっと、トンボキリさん育ったら行ってみましょうかね。はい。マレドロはレベリングがてらゆっくり、捜索していこうと思います。はい、そう、レベル上がんないとちょっとボスまではきついですよね、あそこは。なんか新しい方いらっしゃるみたいなんですけども、まだちょっときついです。はい、これからも動画楽しみにしています。はい、ありがとうございます。それでは本日は、みんなで、お団子パーティーだ。イエーイイエーイ。はい、こんしゃーリオロスです。はい、十五夜がですね、まあ、無事完結しまして、出陣だな。まあ、終わりますよね。じっちゃんの何かけてこれはあっさり終わりますよね。なんで17日まであるのかちょっとわからないですけども。はい。で、50個獲得しまして、前回2つ、泣き狐さんと、戦後さんに、お食べいただいた、まあ、お渡ししたんで、残り48個をですね、渡していこうかと思います。はい、みんなのセリフを聞いていきたいと思いますので、はい。で、一応結成からじゃないとあげれないようなので、結成してきました。はい、ね、まあ、手入れしててもあげれるようなので、はい。まあ、とりあえずは、6死20死の24名で、それが終わったらまた1234って組み直して、ちょうど8部隊分で48個ですね、はい、を、食べていただこうかと思います。で、現在レベルの極め男子を抜いたレベルの下の方からの、順番に今入っておりますので、
チャタンちゃんから、チャーちゃんからチャーちゃん、から、コギーで明石さん、ジローさんという感じでこう、はい、並んでおりますので、皆さんにでは食べていただきましょう。はい、十五夜お月様、はい、アベニードですね。もう覚えましたよこっから使う、そう、コンペイトもだいぶ使いました。はい、行きましょう。一口団子ですね。千人団子は全員分ある。これ2つ、あ、これ1人、1人が1個食べたらパスしてって6振りで6個なのかな、これまあそうだよね、みんな一口ずつあのシェアしていく感じなのかな、この千人団子は。はい、じゃあこちら行きましょう。一口団子使うで、あれ、なんで使えない、ん、あ、もうマックスってことか、お腹いっぱいだよってことか。おーっと、あー、大金平さんもお腹いっぱいだ。ちょっと疲れてくるしかないのか俺あ、そうなのか。あ、これでじゃあマックステンションだよってのが分かるんだな、1個あれば。あ、なるほどね、そういうのもあるのか。なんかいきなりお腹いっぱいです宣言をされてしまったあー、なんというこっちゃい。あー、なるほどね。あ、じゃあちょっとチャーちゃんと、うん、金平さん、あのちょっとあのどっかで戦っていきますそういうのもあるのか。はい、一旦失礼します。はい、というわけで、まあ、ウサギを追ってきました一回行っただけじゃチャーちゃんがなんか誉れ取りっぱなしで、うん、ウサギ行ったにもかかわらず、うん、まだテンションマックスだったんで、もう一周してきまして、なんとか、はい、お腹ちょっとは小腹が減ったようなので、うん、こっから食べて召し上がっていただきましょう。それではどうぞ。あれ、もうおやつの時間か。おやつの時間ですまあ、あのテンポよくいきましょうか。おい、あ、もう食べれない。おお、主様、さすがの気遣いでしょう。あ、もう一個でマックスなんですね、みんな。はい、小樽丸や愛禅国俊じゃあるまいし、自分はお菓子じゃ釣られまへん。自分のお菓子じゃ釣られまへんという割にはテンションマックスじゃないですかうん、一瞬アイゼン君と、ね、ホタルマル君にあげてくださいって言うのかと思ったらじゃあ行きましょう。おい、うん、お菓子か。いや、嬉しいけどね。まあ、酒の魚の方がいいっていう話でしょうね、きっと。はい、じゃあ堀川君。ありがとうございます。この後も頑張りますね。やっとあの素直系来てくれた。よかったよかった。おやつ、ヤンリー、ストレートですねヤンリー。はい、なんか勢い余って変なもん使えそうだ、気をつけよう。カッ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 カー、甘露甘露甘露か甘いよって言ってるのか疲れた時には甘いものだね。わかるいつも配ってる方なんだろうな、あずきさんは。はい、石切丸さん。おお、これはいいね。おいしくいただこう。はい、おいしくいただいてください。泉の管理。くぅ、甘いなこれ金さんらしい甘いなこれ。そんな甘そうには見えないけどね、うん、なんかあんこぎしりなのかな。はい、ねねきりまるさん。菓子の奉納か。ではありがたく。はい、召し上がってください。すごいなこれこれどんどんみんなテンションマックスになってくるな。しばらく遠征が楽ですねこれ、うん、飴とムチ、そういうことだね。ちょっと何を言ってるかわからないなあ、これ飴をあげたから次はムチをお待ちしておりますってことなのかな。うん、ちょっとよくわからないですねはい、太郎さん。おや、供え物ですか。
お供え物あ、そっか、まあそうだよね、うん、神様ですからね、うん、はい、先生。そうそう、甘いものは頭に良い。あ、言うと思ったうん、言うと思った。はい、長義さん。甘いもので一息かな。うん、いいですね長義さんもね、うん、普段あの戦い頑張ってますから、うん、一貫休んでくださいな。はい、安田くんどうぞ。ありがとう、気が利くね。気が利くねーかちょっと上から言われたな、うん、一文字さん、南仙さん、猫出てくるかな。おお、おやつか。割と普通割と普通、猫出てこなかった。不善行さん、ほうとう甘いけね。ほうとう甘いけね、ほうとうすごい甘いよって言ってるのかな。じゃあ次、舞台4ですね。お金平さん、どうぞ召し上がってください。お供え物でございます。うん、いただくか。割と普通いただく、当然だじゃないんだ。はい、じゃあ秀樹さん。差し入れだってのに酒じゃねえのか。あ、割と飲める、飲める方なんだ。へえ。はい、じゃあアイドルどうぞ。疲れた時には甘いものですね。うんそうね。はい、ソファヤさん、霊力なるかな。甘いものの差し入れとは気が利いてるじゃないか。あ、いいですね、いきですねはい、長曽根さん。ありがたい、疲れに効きそうだ。みんな割と喜んでくれるな嬉しいなこれ、うん、甘いもの嫌いな男子はいないのかな。うん、じゃあ、ハチスコさん。ああ、これはいいね、弟も喜びそうだ。おお、いいですね、うん、じゃあ弟の番は、弟レベル、お父さんレベル99なんで足りるかな団子。はい、じゃあメンバー、チェンジしてまたやっていきたいと思います。はい、というわけで2周目いきましょう。はい、ともえさんが今この状態でどこまで回復するのかがちょっと楽しみですね。本当、うん、うさぎ追ってるとねすぐ疲れますね。はい、じゃあ行きましょう。これ全員いけるよね。あ、よかったよかった。じゃあ岩年さんからどうぞ。俺からするとちんまりした大きさになってしまうなまあまあまあね、まあね、うん、一番身長高いんでしたっけ岩年さんって。うん、ちょっと、うん、記憶曖昧だけど。はい、次行きましょう。薙刀トモエ型さん、はい、さあどこまで回復できるかな、マックスまで行くのかなこれ。おや、あるじゃん、これは。ん？なんて言った？ああすごい、赤からでもマックス行くんだ。おお、糖分の力意外だな、偉大だな、うん、じゃあお兄さん行きましょう。弟にあげてくださいとか言うかな、言うかな、どうかな。休憩にはちょうどいいですな。あ、割と普通に食べてくれたありがたいありがたい。じゃあ毛利くん。あ、おやつの時間ですね。普通に喜ぶな割とみんなストレートに喜んでくれますね。日本語さん、あ、酒のつまみの方がいいでしょう、どうかな。おお、団子か、もらっておこう。おお、普通みんな結構普通に喜んでくれる。ジュズマルさんどうだろう。これは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 やっぱお供え物扱いかな。ああ、もうここは全員マックスだから使えないよってことですね。ああ、じゃあ包丁くん。やった、お菓子だ。まあ、包丁くんはねもともとお菓子好きだからね。うん、アイゼンくん。やった、団子もらいいいねいいね。ウグイさん。ああ、ついでに茶もくれないか。ああだろうねお茶受けにはちょうどいいね。ていうかもうこっから99なんですけど、99の並びって何の法則性があるのかよくわからないんですよね。うん、
99以下の人たちはこう残り経験値順っぽいんですけど、99の人は登頂順でもなさそうだし、何順なんでしょうねこれは、うん、99になった順でもなさそうなんだよな。なんだろう、わからない、わからん。ひぎきりさん、おお、お団子だ、お団子だ何それ、その驚き方は何、意外だった。あー、こてつくんよかったね、届いたよこてつくんまで。はい、お兄さんも喜びます。やった、おやつじゃん。おやつです。はい、ソウザさん、おや、ご機嫌取りですか。なんで、うん、まあみんな機嫌よくなってくれればいいけれども、はい、じゃあ次行きましょう。あー、もう一人のお兄さんもここに今いらっしゃいますね。ほんと何順なんだろうこれねえ、未だにわからない。一口団子、はい、疲れた時には甘いもの、うん、えへへへ、えへへへ、エモい。はい、コリュウさん、おや、団子で釣ろって、なんだろうな、ソウザさんと同じようなこと言うな、うん、シナノくん、やった、お団子だ。はい、シナノくんも意外と意外とお若いじゃないですか、結構喜んでくる。小藤くん、甘いもんってさ、食うとふわってするよな。どういうことだふわっとする、なんか未だかつてないセリフが聞けたな。うん、こう頭部を疲れた時にいいよ派とやったー派と断ったのっていうか、あれか、あの明石さんと二郎さんぐらいか、ちょっとあれっていう反応を示したの。三日月さん、良いぞ心が和むまあそうね、うん、良いぞ良いぞ。高瀬さん、ありがとうございます。はいどういたしまして、はい、弟さん、おお、兄者が喜びそうな、ああ珍しい、なんか来そうで来なかったセリフがやっと聞けたで、弟さんって言ったけどここ全部弟さんだはい、あつしくん、弟たちにもこうやって機嫌取ってるのか大将よ。おお、そう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 、そういうのが聞きたかった、割と個性豊かなセリフになかったそう、ありがたいありがたい。じゃあ、あきさくん、はあ、おやつですか、ありがとうございます。はい、どうぞ召し上がれ。平野くんどうだろうな、ちょっとどうだろうな、平野くんだからすごいセリフ長かったりしたら嬉しい、面白いんだけど。ありがとうございます、一息ついたら次に向かいますね。あ、やっぱり長い平野くんはなんだかんだでセリフ長くて面白いんだよな、うん、はい、ヤギアンさん、お、悪いな、弟たちの分もあるか。あー兄思い、兄思いじゃない逆弟思いのセリフやっと聞けたここは兄思いで、ここは弟思いで、はい、じゃあ最後の1個ですね、はい、前田くんどうぞ。すみません、主君に気を使わせてしまったようですね。真面目だ真面目かはい、使い切っちゃいましたね、はい、食べれなかった皆さんは申し訳ない、今度あのお弁当ねお弁当じゃ、こっちか、こっちはセリフあるのかな、どうなんだろう、ちょっと試してみようか、はい、なんかここで使っちゃっていいのかわからないけど、うん、ちょっと使ってみましょう、うん、はい、残りの食いっぱぐれてしまった方々申し訳ないいや、きっと食材切りさんが用意してくれるよ。で千人団子、いやでも全員が回復するからさすがに一人一人のセリフ聞けないよねこれは、うん、一個使っちゃおうか。権限の時の曲が聴けるだけだと、はい、そしてしかもマックスにもならないあ、まあそうだよね、弁当がマックスなんだよね、うん、はい
さて、極め男子以外全員を見せたように見せかけて、実はトップが河川さんなんですね。氷越至極、氷越至極。ちょっと河川さんだけ何も上げてないのかわいそうだ。どうしようどうしよう。コンペト？これ使えないもんな。使えないもんな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。ここの5人はもうお弁当食べたから、まあ、セリフは聞けなかったけど、河川さんだけ食いっぱぐれるのはさすがにかわいそうだからね、うん、目利きなら任せてくれ。刀剣、甲冑、茶器、食材、何でもござれだ。おー、いいセリフ。60ぐらい残ってるかな。あるもうギリ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 だな、はい、じゃあ火星さんだけお昼がなきなのは絶対かわいそうなので使っちゃいましょう。はい、どうぞ。録音してるよね。ああ、君はもてなしの心をよくわかっている。ああ、最後にいいセリフ聞けた。個性的なセリフ聞けて嬉しかった。ありがとう、河川さん。はい。まあ、あとは、極めの子たちなんですけど、まあ、極めの子たちはね、うん、お願い聞いてあげたんで、過去に一度ね、みんなね。はい。あと、日々出番がありますので、極めの方は。99の方々はね、なかなか出番が難しいからね。うん、とそこが寂しいですよね。極めにしてあげないと、うん、はい。なので、まあちょっと今回は特男子の皆様には団子とあとお弁当を食べていただく。ちょっとこの 6名はこの6名はちょっとセリフ聞けなかったのはちょっと、うん、寂しいんで、またね何かあった時に、はい、この6人の、うん、セリフは聞いていきたいかなと思います。はい、じゃあありがとうございました。以上でございます。はい、ちょっと時間が余ったんで違うことをやろうと思ったんですけども、ちょっと左翼に怒られてしまいまして、任務でね。達成した物事は確認しようよ。確認しないよって怒られちゃいましたね。見ていきましょう。そう、これね、これのためにやってたのにね。すっかり忘れてた、うん、刀剣男子に一口男子を与えよ50個。はい、15夜いただきました。じゃあ変えていこうか、せっかくだから。僕にわかるのは闇の深さだけだよ。今これでこれになると、ああ、なるほどね。本当は秋っぽくなりますな、うん、この辺この辺が。はい、あー、月が綺麗ですね。はー、いいですね。うん、やっぱ急に同じ夜でもだいぶ違うもんですね、うん、美しい。この池に映ったまた月がね、風流ですな。はい、よし、ありがとうございます。じゃあちょっと違うことやっていきましょう。押す。はい、というわけでやってきました。担当が、6振りなんですけども、何に行こうかっていうと、前ここ最近ちょっと言ってた、ですね、戦いの7の4ですね。この黒い淀みが晴れる。7の4の江戸城内の中距離というものにちょっとチャレンジしたいと思います。で、偵察がね、499だったかな、以下。さすがにそこは調べました。499以下で、あれば中距離になるそうなので、はい、このメンバーで479だったかな、うん、ぐらいに今なってますので、まあ、なんとか中距離になりますよという形で、で、上から順に生存が高い順で、6振り集めました。はい、もう左右君おかしいよね。他のメンバーに比べて左右君が際立ってすごいんですけど、あとランちゃんも、結構高いんですよね、生存。で、あとチャタンナキリさん、もう意外と特男子の担当の中では一番高かったんですよね。だからレベル92でちょっと低いんですけども、ちょっと今回連れていこうかなと、とにかく今回は生存が命なんで、はい、
で統率もねそこそこ高かったんで、で次に毛利くん、毛利くんも99じゃないんですけども、うん、まあ特段子の中で担当の特段子の中では2番目に生存、うん、高かったんで、このメンバーでいきたいと思います。はい、でまあ、全員担当ですね。装備の方はさっきちょっと見えましたけども、重歩兵、まあ、担当の子が、うん、一番統率を上げられる装備、重歩兵を 1,2,3,4,5,6,7,8 個装備しておりまして、上の2人は重兵も一応装備しております。で馬は一応装備してますけど、馬は全く、うん、効果ないんでなしでいいでしょう、うん、はい、じゃあこのメンツでいきたいと思います。よろしくお願いします。さあどうですかね。なんかすごい久しぶりに行くんで、行こう、うん、戦いの果てに、はい、この黒い淀みが晴れると願って。で前に行った時にいろいろ何度か試したことがあったんですけども、なんか普通に内刀とか、うん、脇差しの方よりも得でも担当の子の方が、うん、耐えるんですよね、うん、なので今回極め以外の2人も担当のお二人を用意した形になりますと。じゃあ行きましょう。江戸城内で会ってるよね、うん、はい、ここもね、まあ、担当のこのお散歩コースでいいですねって言ってたのも結構前の話で、今やもう担当の子ほぼ99になってしまって、あとこの2人だけなんですよね。なのであんまり行くこともなくなっちゃいました。うん、あと脇差しの子で長距離コース行ったりはしてるんですけども、はい、じゃあこのメンバーで行きましょう。はい、偵察、あ、481、なんか装備で変わっちゃったかな、それとも計算間違えたかな、どっかで、はい、まあまあいいでしょう、499以下なんで、はい、このメンバーなら中距離になるはずです。軌道もお化けですね、はい、じゃあ行きましょう。あとは特段子の方を狙わないでいてくれれば、そう、4歩目までは頑張っていったんですけどね、はい、この辺から4歩目ぐらいからこう当たりどころが悪いと一発で重傷に持ってかれちゃうんですよね。最初の 1,2 戦は全然問題なかったはず。誰を殺せばこの闇は晴れるんだ。まあ結局は殴られる前に殴り倒せれば一番いいんですけど、高速槍にやられるんだったかな、うん、えい、主のために高速さえ来なければ、その手、そこまでは全然問題なしで、悪いね、子供殺法、また下くぐり、そうなんですよ、うん、はい、余裕です、まだ余裕、まだ余裕、うん、あっちも似たようなメンバーできます。主の望む結果を出したまで、はい、このセリフ好き。てか極め不動くんのセリフなんかどれも好き、うん、刺さる。すごい、リオロスさんにとても刺さるセリフが多い。僕が殺す相手がいるかどうかを、はい、さゆくんのセリフは違う意味で刺さってますけどね。誰を殺せば、はい、この闇は晴れるんだ。ここは全部違ったので、はい、ここまでは全然問題ない、うん、どうせ一発で倒せるでしょう。主のために、ああ、こんなに近くに来ちゃったよ、こんなに近くに来ちゃったよ、ここか、子供殺法、また下くぐり、君は何でもまた下くぐるね、うん、さっきの担当の敵なんかまた下とかなさそうだけど。蛇だよ、蛇だもんな、形どうすれば、これを喜ばしく思えるのだろう。残り39万か、うん、もうすぐですね。40万切ったら、うん、なんかホッとするようになってきた。だいぶ僕も訓練されてきましたね、うん、敵の布陣を教えて。さあ3戦目、僕が殺す相手がいるかどうか、そろそろ変なの出てくるかな。法人か、打ち漏らしそうでやだな。誰を殺せばこの闇は晴れるんだ。あ、いますね。ヒットポイント10のやり手、高速かな、5のイメージがあるけど、あ、やっぱり早い、おお、
おおおお、まだ大丈夫、まだ大丈夫。主のために。僕に責められたいの？死んでる。そう、ちょっと極め脇差しでガードを期待する方法はどうかなと思ったんですけども、極め脇差しの方ってすごい偵察高いんですよね。そうだからちょっとその、うん、作戦もダメかなとなったんで、はい、異様に高いんですよね。100主の望む結果を出したまで、うん、あれ隠蔽だっけ、どっちだっけ。なんかまあでも結局100ぐらいはあるんですよ、うん、だったら担当の子でいいかな。敵の布陣を教えて、僕が殺す相手がいるかどうかを。さゆくんが6振り欲しい。あの生命力、うん、誰を殺せばこの闇は晴れるんだ。ああここは大丈夫ですね、うん、槍がいないなら先制で倒せるでしょう、うん、そこだ。ペチで倒せる。こんなに近くに来ちゃったよ。悪いね。受け取られる。ペチで僕の動きが見えるかな。はい、よし、新しいところですね、うん、前はこの辺でもうアウトだったんですけど、ね、まだはってことはここの編成はやっぱりここでも槍が出る場合があるんですね。前はここで多分槍でやられちゃったんだと思うんですよ。あと1、2、3、4、あ、いけるんじゃないか、いけるんじゃないかと思っても一発でやられるからわからないんですけどね。敵の布陣を教えて、僕が殺す相手がいるかどうか。チャタンちゃんと毛利くんがなんとか耐えてくれればなんですけど、法人か、相手固くしてきてんな。誰を殺せば、いやらしい。この闇は晴れるんだ。闇を晴らしていこうぜ。おー、全部担当なら大丈夫じゃないか。相手の統率も40ある。なかなか固い担当を連れて出してきましたね、相手も。このクズ、ここか。受け取られる。渡したないよ。子供殺法、またしたくぐり。またしたないって、ないって。反政府軍応急隊、はい、完全勝利。相手何も打ってこないんですね。あ、テンションを保つにはいいステージだけれども、テンションを保つにはね、今のところ多分全員まだマックスのままだと思うんですが。食らった子はちょっと下がるんだっけ。僕が殺す相手がいるかどうかを。はい、ジンは見えてる。ジンは見えてるのは非常にありがたい。いけるか、中距離いけるか。この闇は晴れるんだ。あ、担当、あれ槍出てこないですね。今のところまだあの一戦だけですが、いいぞ。そこだ。運ゲーに持ち込んでるか、これは。こんなに近くに来ちゃったよ。前来た時はもっと頻繁に槍出てきたよ。そこだ、ガラキだ。はい、しかしまあこのステージは本当どういう意図で作られたのかわからない、わからないんだよな。どうする。なんかこの中距離にするメリットみたいなのがあるんだろうか。何なんだろうな。それがわからないんですよね。敵の布陣を教えて。中距離、短距離って、うん、ありますけど。僕が殺す相手がいるかどうかを。まあ、短距離が本当無傷でいけるんであれば、きっとボスって経験値高いでしょうから。誰を殺せば。周回するにはいいステージになるのかもしれないですけど、中距離は本当に存在意義がよくわからない。ですよね、うん。あの、痛いならそこだ。ください。手加減しますか。こんなに近くに来ちゃったよ。このが受け止められる。悪いね。早いのが出てきましたね。子供速度で負けるようになったか。また下くぐり。あ、というかそっか、法人だもんな。そっか、ジンのせいでギリギリ速度負けるのか。まあ、ちょっとレベル低いですからね、この2人。うん、ちょっとって言っても98だけどな、毛利君。得意じゃないと追いつけなくなったのか、とうとうここで。あ、でもボス来れましたね。え、じゃあさすがにクリアはできるでしょう。おー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 、なんか初クリアボーナスないかな、中距離の。それが敵であるならば。そう、それがなければ本当にこのステージは何の、うん、どういう意図があるのかがさっぱりわからないんだけど。また固くしていくな。
誰を殺せば。槍いませんように。この闇は晴れるな。最後までいませんように。いないな。あれ結構運で来れちゃいました。ダメだよその手。そこだね。あれ悪いね子供殺法。いやそこまで強くなったってことでいいんですかね。うん、まあ、45まで上げましたからね極め男子も、うん、といってもランちゃん40だしな。あれ槍が出てこなければいける。全然いけるということです。あ、経験値は美味しいかな。うん、多分経験値上がっ、あれどうだろう。うん、多分なんか2700とかそのぐらいだったような気がするけど、うん、だ長距離に比べたら経験値は美味しいよ、美味しいよだけど、ドロップとかも多分一緒ですよね。うん、ここでジュズマルさんとか出たら中距離万歳ですけど。ああね、これが見通しだ。いつもの、うん、いつものパティーンですね。すごい。まあまあ中距離はクリアできました。はい、ありがとうございます。やったぜ。なんか思ったよりすごいすんなりいけちゃって、ちょっと拍子抜けですけど、まあできたはできたんで、はい、初クリアでございます。中距離、はい、やりました。月が綺麗ですね。はい、ありがとうございました。はい、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、団子を取り終わって、団子を与え終わってしまったんで、どうしましょうかね、あのイベントも。もう、うん、あとまだ10日、1週間か、1週間ぐらいありますけど、どうしようかな。なんか疲れやすすぎるんで、レベル上げとしてもちょっと、んっていうところがあるんで、うん、なんか悩んでおります。はい、で、7の4ですね、中距離をクリアしましたんで、7の4短距離はいつになるんでしょうか。これは相当先になるでしょうね。はい、レベル上げ頑張っていきましょう。それではまた、次回もよろしくお願いします。失礼します。ありがとうございました。